ただ僕日本にいる時あの年末に1年のスケジュールを決めてたんですよ。この話前もしたかもしれないですけど、でなんでその年末に1年のスケジュールを決めるかっていうと、あの HIS が格安航空券格安ツアー の年末年始のやつを売るっていうのが大体12月の28とか29とかから始まるんですよ。でそのウェブだけなんかその電話とかはなんか29日からで、ウェブは28日からなんですけど、28日の安いやつを片っ端から買うんですよ。で大体そこの安いやつで片っ端から買うと1年間の旅行スケジュールが決まるんですよ。大体こう 2,3 ヶ月に1個ずつこう海外旅行入れるみたいなっていうのが埋まって、でその後にまああのなんかここ行きたかったよねみたいなところちょっと埋めていくみたいな感じで、その月に 1,2 回どっかに行くみたいな感じのをしてて、なのであの1年のうち3分の1ぐらい大体海外にいるっていう状態を10年ぐらいやってたんじゃないかなっていうのはしてましたけど、ただまあ言ってるのはその HIS の海外あのツアーなんでめちゃくちゃ安いんですよ。で僕はあのそのパックツアー見てるの好きなんですよね。そのまあ、あの海外に行くときにそのパックツアー的なとこって大体その有名どころに連れてってくれるじゃないですか。で有名どころに連れてってくれるので、まあ、あのあこういう感じなのねっていうのが分かるのと、あとその一般の人がどういうふうにそれを見てどう動いてるのかとか、一般の人が旅の中で何の話をしているのかとかを聞いてるのがすごい面白いんですよね。あ一般の人ってこういうところで引っかかるんだみたいな、なんかあのそのぼったくりの人を撃退したとかの武勇伝を一生懸命語るとか、いや別にそんなんいくらでもいっぱいいるし、別に武勇伝も何でもなくてただ断っただけでしょみたいなのをこうへーっと聞いてたりとかで割と面白いので、なんで僕は HIS のパックツアー結構好きで、はい、行ってましたけど、先に行かなくなりましたね。